会長は300年前にさらわれた娘の帰りを今も待っているですか。確かにそれなら全てつながるな。望みを絶たる理由も明確になった。でも私を絶たっていることには。神に殺され娘を奪われ怨霊と化したのならつながるではないか。あの日初めてお話しした時、赤い蝶は終始穏やかで荒々しさは感じませんでした。カンナ、何を甘いことを言っておる。相手は300年もの長きにわたりこの世に居座り続けた強力な悪しき魂だぞ。魑魅魍魎と言っても良い存在だ。人を欺くことなど普通の人間にだってできることではないか。前に生き別れになった娘さんを探したいと。当たり前だが、とっくにこの世にはおらんぞ。消息、わかりませんか？たどることは可能なはずだが、300年前まで遡るとなると膨大な情報量だな。それに以前にも言ったように人ではない可能性もあるのだが。私からもお願いします。このままじゃあの人が、お母さんがかわいそうです。お前たち二度も危険な目に遭わされたというのに、とんだお人よしだな。帝さん、そんなつれないこと言わずに協力してあげましょうよ。やれやれ、また今夜は徹夜か。この借りは高いぞ、高峰光成。ケットシーちゃん、ありがとう。大好き。今度このブラシで毛づくろいしてあげるね。お前、我が輩を何だと思っておるのだ。我が輩は由緒ある家柄に生まれた公爵なのだぞ。そんな気安くどこにでもいる猫のような扱い。毛づくろいはしないの？いや、頼む。では私と帝さんで赤い蝶々の娘さんの魂の足跡を追ってみます。フローチャート画面ですよ。どのくらいでわかりますか？調べるのにも時間がかかりますから、急ぎはしますが、ギリギリと思ってもらった方がいいかと思います。二度目であり、最後の対面となろう。もしもの時は、二人ともわかっているな。私も頑張るよ。では我が輩とカンナは赤い蝶の娘の魂を探す。高峰光成、望み、
お前たちはさらに赤岩神社の調査をしてくれ。伝承についてさらに何か分かれば、赤い蝶を救う手がかりが見つかるかもしれませんね。それまでバイトも学業も中断してくれ。うん、みんなで頑張ればきっと赤い蝶さんを救えるよ。メッセが来たよ。予定が繰り上がって今うちに帰ってきたって。やあ、のぞみ、昴生くん。おかえりなさい、お父さん。ああ、結局弁護士さんに丸投げってことで肩をつけたよ。こういうことは第三者に入ってもらうのが一番公正だからね。ところでのぞみ、どうして休んだのかな。それで昴生君と病院に行ってたのかい？のぞみ、大丈夫？じゃあすぐに休んで。昴生君、手間をかけてすまなかったね。さあのぞみ、家に帰ろう。もう全開だよ。はいはい、分かってるよ。赤岩様のことが片付いたら親孝行してちゃんと埋め合わせする。
ステラと死神の蝶。